ございます。ケイです。今日も京都でこれから台湾に行きたいと思います。今回はね、ジャーイー、ショーカー、台中と台湾の、ね、中部をちょっと回ってみたいなと思います。初めて行くので、ね、楽しみです。じゃあ行ってみましょう。スカイライナーに乗って1ヶ月半ぶりにね、成田空港に到着しました。今回台湾の中部回るんですが、中部といってもね、空港は一緒なんで、桃園の空港に今から行きます。なんで1ヶ月半と全く一緒。新幹線前回は新竹で降りたんだけど、今回はジャーイーってところまで乗っております。でちょっとチェックインしたいと思います。本日は6月5日月曜日なんですけれども、成田空港第一ターミナルはこんな感じで、特に混雑とかはしてなさそうですね。今回もね、スクートで行きたいと思います。4万しないぐらいかな、往復。今日まだご飯食べてなかったので、マックからスタートしようと思います。今日はね、久しぶりにね、窓側じゃないんですよね、おそらく。外が見えない飛行機、久しぶりなんですけど。まあどうだろう、あっという間かな、3時間ちょっとだからね。映画でも見ながら、ゆっくり行こうかなと思います。今日乗る飛行機も前回と一緒で、シンガポール行きですね。経由が台北になるので、台北で降ります。本日乗る便はこちらです。飛行機乗り込みます。飛行機無事に乗れたので台北に行ってきます。1ヶ月半ぶりに桃園フェイジーチャンに着きました。外をね、撮影できないのがすごいもどかしかったです。でも今回なんか隣のおばちゃんとその隣のおじちゃんがすごいいい人で、なんかね、和気あいあいと台湾のことについて話したりとか、今までどこの国行ったとか、そういう話をねして、楽しく過ごせました。あっという間の3時間ちょっとでしたね。でちょっと入国審査したいと思います。無事に入国審査終わって荷物も受け取れました。今ね、台湾は旅行者の人がね、約日本円で2万円当たるキャンペーンをやっていて、事前に申し込んでこの後で抽選するんだけど、抽選で当たると2万円がもらえるというキャンペーンがあるんで、まあ、ちょっとダメ元で挑戦してみようかなと思います。事前にね、もう申し込みは済んでいるんで。ありました、台湾ラッキーアイランド。ちょっとじゃあ挑戦してみようと思います。10秒以内にこれをタッチするらしいです。どれにしようかな。これだ、ソーリー。あー、ダメだ、ソーリー、外れてしまった。ラッキーアイランド外れてしまいましたね、残念です。で今キャッシングしたんで、これからまた例のごとくガオティエ、タオイエン駅に行って、今日はガオティエ、ジャーイー駅に行きます。でガオティエ、ジャーイー駅からバスに乗って台鉄のジャーイー駅に行って、ホテルにチェックインします。電車ちょうど来たので、まずはガオティエ、タオイエン駅に行きます。ガオティエ、タオイエン駅に着きました。今から新幹線の切符買うんですが、今日行くジャーイーはね、この間行った新竹よりもずっと奥の方にあるんで、できれば指定席のチケットを買いたいなと思います。売り切れてなければいいんですが、売り切れたら頑張って自由席で行こうと思います。自由席って言っても自由席、席がないんで、多分ずっと1時間ぐらい立ち乗りすることになるんでね、できれば指定席チケットをゲットしたいと思います。今新幹線のチケット買いました。桃園から嘉義、ジャーイーまでは1時間9分ぐらいなんですね。無事に指定席で買えたんで、あと10分後ぐらいかな、ちょっと乗っていきたいと思います。
桃園の新幹線のホームはこんな感じで、新幹線乗れて動き出しました。ガオティエのジャーイ駅に到着しました。新幹線の切符持ってると無料でバスに乗れて、それでタイティエ、タイ鉄のジャーイ駅まで行けるらしいんで、ちょっとバスに乗ろうと思います。こちらがその無料バス BRT 系ですね。ジャーイめっちゃ、ね、タクシーの運転手さん勧誘してましたが、無料で乗れるならねバスでいいかなと思います。新幹線のジャイ駅はこんな感じ、体育館みたいなアリーナというか、行かないか地図ずっと見てる。タオイエンの空港に着いてから3時間かかってやっとジャイ駅到着です。ちょっと暑いな、マジで超南国ちょっとじゃあホテルチェックインしてご飯食べに行こうかなと思います。大丈夫かなと思ったけど、ポツポツ来てますね雨。まあもう6月なんでね、雨は覚悟の上ではあるんですけどね、まあうまく付き合いながら今回は楽しく旅ができたらいいかなと思います。本日お世話になるのはここクラウンホテルですね。チェックインしたいと思います。まあね、チェックインお願いしますって言ったらなんか予約できてないみたいな感じの反応されてちょっと怖かったんですけど、まあでも無事にあの鍵もらいましたなんか海外あるあるですかねこれ。今日の部屋は512号室。じゃあ例のごとく、ゆうれさんお邪魔します。こんな感じのお部屋で、部屋間違えてないよね。ベッド2つあります。でトイレがあって、でちっちゃいシャワールーム、まあ全然これでいいんですけど、外の景色とかどうですかね、見えんのかな。なんかおこんな感じっすね。そこはお家？廃墟か、人住んでなさそうだな。ホテル着いたばかりではあるんですが、ご飯をね食べに行きたいなと思います。というのも行きたいお店があるんだけど9時までしかやってなくて、しかも超人気店で絶対並ぶよって聞いてるんで、ちょっとね早めに行ってみようかなと思います。まあその間ね買い物とかできたらいいかなと思うし、まあ夜市とかもねその後行ってちょいちょいねいろいろ食べれたらいいかなと思います。じゃあちょっと行ってきます。ここジャーイーはご飯で言うとジーローファンがすごい有名で、ちょっと歩けばジーローファンのお店にぶつかるみたいな、そんな感じなんですよね。まあ、ちょっと今から行くところはジーローファン専門店ではないんですが、お店のメニューにはねジーローファンチックなものもあるんで、それもちょっと頼んでみようかなと思います。ここジャーイーは日本語で言うとカギと言いまして、カギは実は日本とすごいゆかりの深い土地なんですよね。一番象徴的なこととしては1930年代に日本が台湾を統治してた時に、ここのカギの高校、カギ農林の高校生の野球部があの日本の甲子園に出たっていうことですごい有名です。何年か前にね映画にもなって、でカギのそこね中央噴水広場なのかなには銅像も建てられてるそうです。ちょっと今から銅像も見てみようかなと思います。ここが噴水広場なのですが、あの銅像が柿農林エースピッチャーの呉明昇投手の銅像です。僕もね映画カノ見たんですけど、すごいいい映画でした。ぜひねみんなも見てほしいな。たくさんね日本の有名な俳優さんも出てます。この噴水ジーローハンというお店は、
ジーロハン発祥の店と言われているそうです。でもちょっと今日はスルーします。今ね、行きたいお店見つけたんだけど、すごいなんか人だかりができてる。多分ここでしょうね。ここが行きたいお店です。今からね、スマートフィッシュってやつを食べたいなと思います。これ食べれるかな。今ね、めっちゃ人いるんだけど、こうやってメニューにね、自分が食べたいやつにチェック入れて順番待ちをしております。順番待ちはこう紙を取る感じ。305番、今ね278番、ちょっと頑張って待ちます。ちょっとかなり待ちそうなんで、タピオカミルクティーでも飲みながら待ってようかなと思います。我想喝珍珠奶茶一个，珍珠奶茶，珍珠奶茶一个，你要小块大颗啊？下午，好喝的，谢谢。珍珠奶茶，ちゃんと注文できました。今ね、番号を呼ばれて、お兄さんにね、注文表を見せて、で先にお金を払って、宅に通されるって感じでしたね。前だとちょっと怖くてこのタイプのお店入れなかったかもしれない。でも今日はちょっと余裕でした。でいくつかね、ちょっと食べたいやつ売り切れちゃってて残念だったんですが、まああるやつをね食べようと思います。目の前には日本語で書かれたジャイのおすすめのスポット。台湾ビール頼んだら瓶でした。缶を想像してた。来ました。これがねスマートフィッシュ、魚の火鍋なのかな。こちらはね、ジーローハンに見えるんだけど、ジーローハンではなくて、ファージーローっていう食べ物です。七面鳥だっけかな。ちょっとマジで美味しそうだね。いただきます。まずは乾杯。フォアジーロー。お肉柔らかくて美味しい。スマートフィッシュ、なんか魚の唐揚げみたいのが鍋に入ってるような感じ。こっちも美味しい。甘辛い、甘辛い感じですね。結構おすすめかも。美味しい。初めて食べた。中にこんな魚のフライ隠れてました。でかい。このお店の名前は、キンツォンミンサーホイユートっていうみたいです。このスープは豚骨スープなんですね。あんま豚骨って感じしなかったけど、魚のフライはね美味しいんだけど、ちょっとね骨が多いかなと思って食べづらかったんです。まあでも美味しいし、おすすめです。いやー美味しかったですね。美味しかったし、何よりね量がすごい多かった。今日はねいろいろ食べ歩きするぞって思ってたんだけど、ちょっともう何も食べれないよ。ちょっと夜市そこにあるんだけど、散歩だけしてちょっと帰ろうかなと思います、ホテルにね。これこの間横浜の中華街でもすごい人気だった。ここはね文化路夜市といって、ジャイでは一番有名な夜市でございます。結構ね奥の方まで屋台が続いてるんで、まあ、ちょっと食べれないんだけどちょっと歩いてみようかなと思います。本当はね牡蠣のオムレツ食べたかったんですけどね、ちょっともう何も食べれない。本当にお腹いっぱい。すごいなんかのれんの感じが、夜市よりかお祭りの屋台っぽさもあるなと思います。屋台と普通の店が
合わさって一つの夜市を形成しているようなそんな感じですかね。人もねそんな多くなくてすごい歩きやすい。今噴水広場まで戻ってきました。ちょっとねマジでお腹がきついんで消化したいと思います。なんでちょっと散歩します。24時間空いてるね公園があるんでちょっと公園の方までね歩いてみようと思います。台湾はね食べ物屋さんは別なんだけど雑貨屋さんとか本屋とか10時ぐらいまで空いてるお店が多いですね。こういうお洋服屋さんとかなんで日本だと8時ぐらいで閉まるイメージなんですけれどもちょっとねみんな遅くまでお外に出ているようなイメージですかね。ここねホテルの近くなんですが CD 屋さんねあるんで先に CD どうせ今回もいっぱい買うと思うんで先に CD 買っちゃおうかな。今日も京都でウーイエ店の CD を買いました。今度は本屋さん見つけたんでジミーレオって人の画集が欲しいんでねちょっと探してみようと思います。ジミーレオさんの作品を教えてもらいました。ここだよって画集がね欲しいんですけどちょっと持って帰るの重いかな。いくらなんだろう。そしてちょっと迷います。ジミーのね代表作の一つ星空を買ってみました。一応日本の翻訳版も出てはいるんですが最近ちょっともう手に入れづらくなっちゃってちょっとね買いそびれてしまったんで嬉しいですね。まあちょっと読めるかどうかはさておいて。すごいなんか駅前がもうクリスマスの飾り付けっぽい感じになっている。これずっとそうなのかな。何のキャラクターなんだろう。かわいいね。これ台湾あるあるなんですけどバイク屋と携帯のアクセサリーショップがめっちゃ多いんですがジャーイーは特にバイク屋さんが多い気がしますね。アリサン林業村森林の歌公園にやってまいりました。なんかねライトアップされたオブジェなのか建物があるんでちょっと行ってみようと思います。それにしてもね暑いっすね。ほんま真夏ですよ今。6月の5日でも台湾は真夏ですね。まあ、今回は暑さと雨と覚悟してきてるんでねまあもうこれはしょうがないというか予想通りって感じですかね。あのねドーム型の建物の中に入れるみたいなんですよね。ちょっとね近づいてみたら道があった。これ辿っていけばあそこの中に入れるのかな。ででーん入り口まで辿り着きました。ここもしかして男一人で来ちゃダメなところだったかな。まあいいか。ライトアップされておしゃれですね。ロマンチックです。他の人もいるのでちょっと邪魔しないように小声で行こうと思います。ここなんかこういう感じになってるんですね。こういう開放感がある。いい雰囲気な公園でしたね。昼間来たら昼間来たでまた別の顔が見れるのかなと思いました。でもこの夜のライトアップの感じすごい素敵ですよね。ぜひみんなも来てみてください。逆側だとこんな感じに見えます。これ全貌なんですけどなんかこうロケットのようにも見えなくもないかな。森林の歌公園地図で見てそんな遠くねえだろうなと思って歩いてみたら意外に遠かったかな。ちょっとだけなんで来る人はねちょっとだけ遠いんだなと思って歩いてみてください。この旅で初の寮を見つけました。これアリサン鉄道なのかな。わかんないけど明日アリサン鉄道に乗ります。こんな感じで今回の台湾中部旅第1日目が終わりました。6時からね遊び始めたけどちょっとねジャーイーを満喫できたんじゃないかなと思います。明日はアリサン鉄道を予約したのでアリサン鉄道に乗って奮起湖という駅まで行ってみようかなと思います。でちょっとね遊んで帰ってこようかなと思ってるんですがもう1日がかりになっちゃうんでね
帰ってきてちょっと時間があればじゃあ他行ってないところ行ったりとかして遊べたらいいかなとは思っております。で明日こそはね夜は G ローハンどっかで食べようかなと思っております。じゃあそんな感じで明日も早いんでね、今日は早めに寝ようと思います。じゃあおやすみなさい。バイバイ。